シエンタは、トヨタ自動車が生産、販売するミニバン型乗用車である。日本国内の道路事情に即した5ナンバーサイズのミニバンとして開発された。同クラスのライバル車種としては、ホンダモビリオや日産、キューブ・キュービックが存在する。初代は一度製造中止になりながら、後日する事情から生産が再開され、12年にわたって販売される、ロングセラーとなった。 2003年9月に登場。三列シートを備え、7人乗車を可能としている。当初の月間販売目標は7000台だった。後席に両側スライドドアを採用し、一部グレードでは、助手席側が電動式になり、運転席側はオプション設定。取扱いディーラーは発売当初は、トヨタカローラ店及びネッツ店で、 2006年5月のマイナーチェンジ以降はカローラ店のみ。ボンネット先端中央に取り付けられているエンブレムは頭文字の S をかたどった曲線に社名の由来となった7を表す7個の点を左右に配したものである。発売当初の生産拠点はトヨタ自動車高岡工場だったが、2006年5月のマイナーチェンジ実施時にダイハツ工業京都工場に移管された。 代替車種とされていた、パッソ設定、ブーンルミナスの売れ行きが著しく不審だったことも、あって計画が変更され、2010年8月に一度、販売を終了したが、わずか9ヶ月後の2011年5月に、安全装備の追加などの法規性対応が施された、上で生産、販売が再開された。プラットフォームはフロントが c p 二十系ファンカーご用の NBC プラットフォーム。 二列目、三列目シートを内放し、負荷のかかるリアは E120 系カローラスパシオ用の MC プラットフォームと前後で異なるプラットフォームが使用されている。リアのプラットフォームに1クラス上のカローラスパシオ用を選択したことで、リアのトレッドがフロントより 20mm も広く、このクラスの FF ベース車としては稀な足回り構成となっている。また、 NBC プラットフォームを使用した他の車種で 4WD 車を選択した場合、リアサスペンションがトーションビームもしくはトレーディング車軸式になるのに対し、シエンタは E120 系カローラシリーズと同じく w ッシュボーン式となる。当時世界最薄とされたアルミメッキ後半製薄型燃料タンクを採用。トヨタではグランビアの頃からすでに扁平型燃料タンクを 採用していたという。従来の設計でもタンク口は約1 5トルまで下がっていたが、シエンタではさらに約1 2トルまで薄型化され、2列目シート下から3列目シートの足元にかけて設置されている。これにより3列目シートを2列目シートの下に収めることができた。3列目シートはヘッドレストをつけたまま2列目シートの下に収納可能となっており、 これにより、加湿部分を有効に活用することができる。このシートの収納は、主なユーザーが女性ということもあり、操作は特に大きな力を必要とせず、片手で行えるよう考えられている。エンジンは 1NZFE 型直列4気筒 1500cc エンジンのみ。FF 車用は v v、VVT、空いたーローラーロッカーアーム式 DOHC16、バルブ、4WD 車用は、 VVT 相対応時課だ式 DOHC16 バルブとなっており、最高出力や最大トルクがそれぞれ異なる。トランスミッションは FF 車が CVT、4WD 車は4速 AT で、FF 車用のメカニズムがより低低高、効率型になっている。4WD 車はメカニカルロスや重量増による燃費悪化に対し、ガソリンタイ育容量を3リッター増やすことで、 FF 車と同等の航続距離を確保している。4WD システムはリアデフ直前にトルク配分と作動制限を両立させるビスカスカップリングを配置した V フレックスフルタイム 4WD が採用されている。通常の直進走行時には全100%、50%とほぼ FF 車に近い駆動力配分なのに対し、 コーナリングやスリップ時など前後輪に回転差が生じた場合には最大で全50%、セ50%まで自動で変化させるシステムである。4WD 社は2003年の発売開始当初より2011年以降の再生産モデルでは FF 社においてもパンク修理キットが標準装備となっているが、いずれもメーカーオプションにて応急用タイヤを搭載することは可能である。 その場合、4WD 社はデッキアンダートレイが FF 社はデッキボックスが装備されなくなる。メーカーオプションで寒冷地仕様を選択した場合、一般的に伝送系の負荷増に対応して容量の大きいバッテリーサイズに変更されるが、シエンタは標準仕様と同じサイズが搭載される。全車にアナログ指針式の速度計と回転計を搭載したセンターメーターが採用され、 上級グレードや特別使用者の一部では、オプティトロンメーターとなる。約12年ぶりにフルモデルチェンジを実施した2代目は、ユニバーサルでクールなトヨタ最小ミニバンとして開発が行われた。エクステリアは、ミニバンイコール四角い箱型という、これまでの概念を打ち破り、アクティブファンをキーワードにトレッキングシューズをイメージした、機能性と同感を表現。サイドビューは、 シアターレイアウトに沿ったサイドシルエットやベルトラインによりキャビン全体を前傾に見せる手法をとった。またフロントはヘッドランプからフォグランプグリルへと一筆書きのようにつながるバンパーガーニッシュを採用し特徴的な表情を創出。リアにもコンビネーションランプとバンパープロテクターを融合させたバンパーガーニッシュを採用した。ボディサイズは 先代モデルに対して全長は 135mm、ホイールベースは 50mm 延長され、前後は 2WD 車が 5mm、4WD 車が 15mm 高くなった。一方、全幅は 1695mm と変わらずも、ナンバーワーク内のサイズを維持した。インテリアは、インストルメントパネルは、アッパー部とロア部で構成され、ロア部には、スイッチなどの操作系を、 腕の動きに沿って配置。オレンジのアクセントカラーやサテンメッキピアノブラックの加色を施し、助手席、アッパーボックスにもオレンジ加色を施した。ハイブリッドバッテリーをセカンドシート足元の下薄型燃料タンクをセカンドシート下に搭載することで低床フラットフロアを実現。スライドドアの乗り込み高さを 330mm と、 先代モデル比で 55mm 低くし、ドア実開口幅も 50mm 拡大した 665mm として、乗降性を高めた。また、座席のヒップポイントを後席に行くほど高くしたレイアウトとした。セカンドシートは、ニークリアランスを 25mm 拡大して、足元のゆとりを確保。サードシートは、シート幅を 70mm 拡大した幅広の、 ベンチ風シートを採用。セカンドシートにはワンタッチで折りたためるタンブル機構を、またサードシートはセカンドシート下に格納できるダイブイン格納機構を備え、多様なシートアレンジや大容量、ラゲージスペースを創出できる。パワートレインにはモデル初となるハイブリッド車を新設定した。同社のコンパクトハイブリッドカー。 アクアに搭載されていた1.5リットルハイブリッドシステムをベースに直列4気筒 DOHC の1.5リットルエンジン 1NZ フックス型とモーターには神経式の 2LM 型を採用した。システム最高出力は 73kW を発生する。トランスミッションは電気式無断変速機を組み合わせ、駆動方式は 2WD のみの設定。 2015年7月の発売時点では、ミニバントップレベルの JC08 モード燃費 27.2kmL を実現。2018年9月のマイナーチェンジでは、細部の改良によりさらに燃費が改善された。ノンハイブリッド使用者は、新規開発のガソリンエンジンである、NR フック型を採用した。こちらは、同年3月から既存の2代目カローラークシを、3代目。 カローラフィールダーより先行搭載されていたもので、アトキンソンサイクル、クールド EGR、VVTEA などを採用し、アイドリングストップ機能、ストップスタートシステムを標準装備したことで、JC08 モード燃費は、先代モデルの 19.0kmL から 20.6kmL に向上した。なお、最高出力、最大トルクは、 先代モデルが搭載していた 1NZFE 型に対し 1kW、5NM 低下し 80kW、136NM を発生する。一方、4WD 車は先代モデルに引き続き 1NZFE 型を継続搭載。先代モデルとの比較で最高出力は 1kW、最大トルクは 6NM 低下し 76kW。 132nm を発生。4wd 車は、ストップスタートシステムは、未設定なものの、JC08 モード燃費は、先代モデル比 1.4km L 向上し 15.4km L となった。サスペンション形式は、前後ともに、先代モデルと同じ形式を採用した。フロントは、マクファーソンストラット式、リアは 2wd 車が、トーションビーム式。 4WD 車に Wishbone 式を採用。また、リアブレーキは、リーディングトレーディング式ドラムから、ディスク式に変更となった。また、ホイールハブが、先代の4ケツから5ケツへと変更されている。安全性能では、衝突回避支援パッケージ、トヨタセーフティーセンス C を全車にメーカーオプション設定。プリクラッシュセーフティー、レーンデパーチャーアラート。 オートマチックハイビームの3つ機能で構成される。なお、2018年9月のマイナーチェンジでは、プリクラッシュセーフティに昼までの歩行者検知機能を加えたほか、インテリジェントグリアランスソナーを設定する等の改良が実施されている。ガソリン車には仙台同様 L キャブを設定。2台目では、車椅子のままスロープを乗降できる、車椅子使用者助手席側セカンドシート付けが、 形式指定自動車として設定。持ち込み登録の手間が省かれ、納車までの期間が短縮されるメリットがある。リクライニング機構負車椅子など、多様な車椅子の乗車に対応したほか、後輪にエアサスペンションを採用した、車高効果機構により9.5度の緩やかなスロープ角度を実現した。助手席側のセカンドシートを倒して車椅子ごと乗り込み、その隣に解除ができるほか、 手動スロープ前倒れ機能の採用により、普段はラゲージスペースを確保した2列、5人乗りの普通の車として利用できる。ハイブリッド車ではタクシーとして採用している事業者もある。また、先代に設定していたダイスはモデルチェンジを機に廃止となった。インドネシアのトヨタモーターマニュファクチャリングインドネシアの西ジャワ州、カラワン工場、中華民国、モモゾノ市中、 区の国水儀社でも生産される。なお、二代目は仙台に引き続き、香港、マカオ市場でも販売されるが、こちらは日本からの輸出となる。ありがとうございます。